ごきげんよう、モチベーションアップ、講演家の宮崎文隆です。今日は2024年の7月の12日金曜日です。今日の中国新聞の一面は、日米連携重要性を強調、首相米議会で演説、上下両院会議というのが載っております。対中朝対話を促進、共同会見が大きく載っております。今日は昨日、その前と2日で行う、2日制で行われました、将棋の第82期名人戦七番勝負の第1局の昨日は2日目勝負の日にあります。これはそうですね、東京で行われまして、ホテル椿山荘東京で行われております。昨日が2日目であります。これは藤井聡太名人対豊島将之九段の対局であります。横歩取りで始まっていきましたね。そして、まあ、角を変えて、飛車と角両対局者の下と角がうおーと盤面をうおーあちこちすると、まあ大暴れするという展開で、珍しい展開で、角が早々に何角ができたり、またその角を交換してまた飛車が行ったり来たりするというまあ大立ち回りというんですかね、まあ、すごい大駒が盤上駆け回るというんで、まあ、面白いというか、びっくりするというか、いや珍しいというか、名人戦でこんな対局が見られると、まあ夢にも思わなかったですね。まあ面白い展開で、1日目が過ぎていきまして、封じ手が40手目が封じ手で、豊島将之九段が封じをしました。そして昨日朝、その封じ手を開いて7二銀でスタートいたしました。いやそれからがもう難しい展開でね、なかなか解説の方もこう予想するんですが、なかなか当たらない。でも両対局者は読みを深くして、手がすごい読みの深い手でありますから、それを読み解くのもなかなか大変という。でもどんどん進みまして、豊島将之九段が有利になっていくんですね。藤井聡太名人の方が AI では、まあ、52対48とか、まあ、ビビたるもんですが、まあ、だって五分と五分ですが進んでいきましたけど、60対40に豊島将之九段の方にガッと触れましたね。うわこんな差がついてるのかなと、みんなが盤上見てもわからないんですが、 AI は60対40で豊島将之さん九段の方にガッと有利に評価したんですね。うわこれは危ないなと思ってましたら、だんだんと盤上見ても豊島将之九段の方が、あこれは有利じゃないかなと思うのがですね、AI の評価でなくても盤上を見てもちょっとなんか感じとして分かるようになりましたね。あこれ藤井聡太名人危ないかなというのがね、100手過ぎて130数手いくとわーっと思いましたね。でもこのそういう押し気味に進んでた中でですね、豊島将之九段が放った44桂というこの一打でね、ノータイムで打ったこの44槍という手、この一手でがらりと藤井聡太名人の方にコロッと逆転してきたんですね。一手の恐ろしいですね。それはノータイムと、まあ、考えていた悪い手ではないと思われる手なんですが、でもその一手がですね、藤井聡太名人の方にガーッと勝利を引きつけてきたんですね。でもそれでまだ簡単にいくわけではなかったんですが、そして進んでですね、この一手がこの名人戦の第一局を決定づけたというのが、藤井聡太名人の37桂という、まあ見事というか、美しいというか、芸術的というか、
まあこの 37K で技術相談名人がガッと勝ちを意識したとね、まあ、みんなうわっと、もうこれ見てる人が本当驚いたでしょうね。この 37K がもう詰めろの一手という、もう恐ろしいというか、相手にとって恐ろしい一手でありました。そしてそれからまあしばらく進んだんですが、141手で、藤井聡太名人が勝利いたしました。その141手でまだその後が簡単に、いくわけでもなく、まあ、読めば詰みがわかるんでしょうが、パッと見た目ではこれまだまだ続くなと思ったんですが、やはり、両対局者、まあ、今将棋界のトップの2人はですね、もう読んで、豊島将之九段が、まあ、この名人戦にふさわしい終わり方のこの盤上の美しいところで潔く投了しましたね。このやっぱり潔さというのは、この豊島将之九段のまたファンが熱狂するとこですね。美しい盤上で棋譜でピシッと終わるね、最後はどういうんですかね、この散り際が見事というのが一つ私は思いましたね。それにしてもこの名人戦の第一局は、まあ、大逆転のもう見事な美しい面白い一局になりましたね。いやー、藤井聡太名人のまたこの凄さがね、またそこに感動しますね。いやー、そして、第2局はですね、4月23、24に場所を移してね、また行われるようになっております。いやー、この第1局は、まあ、この将棋に少し酔いしれて痛いですね。いや、この両対局者の見事なこの名人戦第一局、まあ、これにありがとう言いたいですよね。そして藤井聡太名人、ますます強くなっていくところに輝きがもっと、今回の名人戦第一局は輝きを放ちましたね。藤井聡太名人、ありがとう。おはよう。